これは食べた丸トマトの種をまいて小さな苗に育ってきたものです。大きなものでもまだ10センチかそこらの大きさなんですが、ここの畝に小さい苗ながらも寝かせ植え、横植えみたいにして今植えているところです。ここに成長部が覗いていますが、根っこはこの辺でしょうね。で、こっから茎を埋め込んでいって成長部だけ顔を出しています。その次はここで、もうちょっと分かりやすいですね。多分根は隣の苗の成長部から数センチ離れたあたりです。この辺でしょうね。で、こっから茎を横に倒していって土をかけて成長部だけ上に出ています。出るようにしています。リンゴの木村さんはもっと大きな苗なんですが、成長部をに土枕をしてあげると言っていましたね。まあベタッと地面についたままでは具合が悪いだろうということなんでしょうが、土枕、まあ私はこれが緑ですんでね、トマトの成長部が緑ですので、まあ、なるべく優しくと思って草をむしって草枕にしています。小説のタイトルじゃありませんが草枕、まあ、私のフィーリングでは土枕よりも草枕の方が優しいかなと思っています。で、またその次の苗の根っこがここらで、ここに成長部があって、途中は茎で土をかぶせてあると、そういうことですね。まあ、本当は15センチ以上から20センチあるいは20数センチぐらいの苗を使えば横植え、寝かせ植えの効果が高いんですが、とにかく苗をたくさん作っていますので、梅雨が来る前にある程度仕掛けておきたいものがあるわけなんですね。もちろん私は冬寒い時からサンルームで播種したりと、トマトに関しては年中栽培している感じなんですが、まあ、それにしても今年は九州から四国あたりまで数日から10日前後梅雨が早いんじゃないかとか天気予報に出ていましたが、まあ、当然和歌山県の方もある程度早めになるでしょうね。それで梅雨に入る前にあれこれ仕掛けておきたいものがあるので、まだ十分な大きさではないんですけれども植え始めています。で、間隔が狭いですから、トマト苗とトマト苗の間隔が狭いですから、場合によっては1本おきに後で掘り上げて、それをさらに他の場所に寝かせ植えするというような方法も考えられますね。それは成長の具合を見て、成長の様子を見て、その時にしか判断できないことなんですが、隣の畝ではジャガイモとか収穫した後に半立ち落花生を巻いておいたのがこう出てきていますね。
まあ、草むらの中から出ているものもあります。ここは特別畝の真ん中を、まあ、数センチから10センチ掘り下げるとかしてないんですね。じゃがいもの収穫の後に落花生を埋め込んでおいただけなので、まあ、やや低めにはなってますが、そんなに低い状態ではありませんので、まあ、大きくなってきたらそれに合わせて脂肪塀が落ちやすいような格好に畝を作り直していけば、それで済むだろうと思っていますけれどもね。